皆さんこんばんは。それではスターフィールドの続きです。メインクエストの続きをやります。やることはいつものアーティファクト探しです。この救難信号の発信源、西野研究所へ行きます。パソコンのパーツをほとんど完走したので、今回からはスムーズに乗車ができて。バギーを停車するぞ。スペックは別に高校で書きましたが、プレイ HD もアキラシティなどの60fps で、ロード速度に関してはこれでジェネレーション4、読み込み速度毎秒 5000mb の M2SSD を使ってるので、ロード速度はこれ以上速くするのはちょっと難しいと思っていいと思います。メモリも DDR5 の 64GB ですしね。一瞬だけ反転すること自体は没入感損なうんですよね。こればっかりはもうアプデでもモッドでも直らないと思います。本構造がもうダメだし。ちなみにスターフィールドのためにパソコンを組み直したわけではありません。エルデンリングやウィッチャー3でレイトレーシング入れると 60fps も出てなかったので、主にそれらを快適に遊べるようするために新調しました。エルデンリングは PS5 でレイトレ入れるとまともに動かないと聞いたので、レイトレ入れた状態でまた撮るのもいいかなと思ってます。 DLC もまだ未発売ですし、私のそばを離れず、不審な動きは慎むこと。扉を開けるぞ。西名へようこそ。この西名研究所のクエは結構面白かったです。保安部長のイーサン・ヒューズだ。ついてきてくれ。所長に紹介する。裏から登ろう。ここは自慢の保管エリア。絶対に触らないでくれ。ああ、ところで。西名は 4,5 年前に作られた。突然はしっかりします。サイレントヒルみたいで面白いです。悪夢の世界とかそういうのがありません。そのうち説明があります。今のは一体何だ。
なんだ？さっきまでついてきてると思ったら、君は急に消えた。かと思えば1分後にどこからともなく現れた。まるで戦いの真っ最中のような姿で。保管室にか。君を入れるべきじゃなかった。これは何だ？ステルス技術か何かか。誰の差し金だ？一体どうなってるんだ。ひとまず所長のところに行こう。彼女なら状況がわかるかもしれない。こっちだ。よかった。やっと人が来てくれたのか。救難信号を受信して来てくれたんだろう。本当に長かった。食料も水も尽きたが、なんとか生き延びた。待てよ、君はどうやって入ってきたんだ。ヒューズ？イーサン・ヒューズか。彼は死んだはずだ。いや、ありえないことだが、もし事故だ、あるいはこれは事故の副作用なのか。探査機がまだ歪みに力を供給しているとしたら。そうだな、すまない。3ヶ月前、私は高エネルギー研究所で実験の調整を行っていた。そこで事故が、爆発が起きたんだ。ガスが漏れ、火災が発生した。私は制御室に閉じ込められ、どうすることもできなかった。みんな死んでしまった。研究所はゼノリスの周囲に高密度の金属で作られていて。今から上に向かいます。ヒューズより。以上です。所長に報告してたんだ。行こう。もし何かあったら、所長室は2階の突き当たりにある。すぐに分かるはずだ。つまり何かあるわけだ。所長室に行くのも大変です。
こっちだ。社長。ありがとう、イーサン。入って。研究所長のカイア・パテルよ。こちらは主任研究員のマリア・ヒューズ。イーサンによるとあなたは彼の目の前で消えたそうね。しかも2回3回も。所長、こんな話を真に受けてるんですか？あなたが誰でどんな目的でここに来たのか知らないけど、納得のいく説明をしてもらわないと困るの。何よ、私たちが知ってるとでも。どこかから手をつけないと。何を見てきたのか話して、推測して、理論を組み立てるための何かをちょうだい。私たちの研究とどう関係があるの？いえ、いいわ、話が早い。この施設とここから2キロ下にある研究エリアは時空の歪みを研究するために作られたの。3ヶ月前、主任技術者が実験用の探査機を調整していた時、問題が発生したの。何があったのかはまだ分かってない。立て続けに爆発があったのに、なぜかまだ稼働してる。なるほど、それで重力場がどんどん強まってるのね。探査機には制御装置がある。事故の後、それを使ってシステムをシャットダウンしようとしたけど、強制停止スイッチが反応しないの。手動で停止はできるけど、研究エリア全体が封鎖されてる。入ることすらできないの。ここはただの居住エリアよ。施設の大部分は地下深くにある。地下には粒子加速器や大規模な研究開発室がある。あるいはあったと言うべきかしら。何ですって？すごい主張ね。なぜそう思うの？その別の宇宙について教えて。ラファエル？事故で死んでしまったはずよ。待って、ガス火災。ガス火災って。所長、あの事故の直後に水素漏れがありました。数分で収まりましたが。収まってなかったら爆発していたかもしれない。別の宇宙、にわかに信じがたいわ。わからない。ラファエルは換気装置近くの研究室にいたわ。彼が阻止してくれたのかも。あるいはそのせいで死んでしまったか。おそらくね。マリアが言った通り、研究エリアはまだ封鎖されてるから、事故の詳細は分かっていないの。ラファエルが生きてたらきっと封鎖を解除できたはず。でも、つまりもう一人のラファエルのこと？無理ね。一体どうやって助けるの？ラファエルは同僚で友達だった。彼を助ける方法があったのならやってたわ。でもあるとは思えない。アーティファクト？時空の歪みの発生源のこと？何か知ってるの？多元宇宙？他の宇宙？宇宙は少なくとももう一つはあるみたいね。そしてあなたと何らかの関係があるのね。興味深いわ。それであなただけが影響を受けているのかも。ここまでは。他に異常の報告はなかったわ。きっとあなたが前にそのアーティファクトと接触があったからか、単にあなたがここでは部外者だからね。それが分からなかった。だから研究していたの。それが科学だから。
どうやって？研究エリアは封鎖されてるのよ。エレベーターを使うことさえできない。そんなことはないわ。つまりその別の宇宙ではラファエルは研究所から生還した。エレベーターが動いているということよね。エレベーターを使えば実験を中止できるかもしれない。どうかしてる。でもまずはあなたの転移をどうにかしないと。探査機のシャットダウンは無理だけど、他のパラメータは調整できるかもしれない。リスクはあるわ。どうなってるか全然わからないから。でも分かったわ。やってみる。計画は決まったみたいね。ついてきて。制御装置は隣の製造研究室にある。一体なんでこんなことに。確かにこれをまず止めないと移動すら困難ですね。ここがさっきの所長室ですね。座ってるのは所長か。戻ってきたな。何が起きた？君がいきなりいなくなって天井が歪んで、ついに正気を失ったかと思ったよ。
何だって？一体どうやって？研究エリアはここよりもひどい状態なんだぞ。私は何とか脱出できたが、それももう何ヶ月も前の話だ。全く理解できない。君が急に消えたのをこの目で見なければ絶対に信じなかっただろうな。うん、分かった分かった。今は君だけが頼りだ。君のやり方でやろう。食料庫を通れば出られる。これが鍵だ。私も手伝えばいいのか。ひどいな。これを片付けるには何時間もかかりそうだ。その上、建物が崩落して押しつぶされるかもしれない。あれは私が研究所で探査機の周波数を調整していた時だった。制御室から出ようとしたところで事故が起きた。タンクの破裂音がして警報が鳴った。1秒の猶予もなかった。私は制御室に戻った。すると扉が密閉され、私は無事で済んだ。ガスや火災や何もかもから守られたんだ。だがその結果、制御室に閉じ込められた。どうすることもできなかった。逆方向に逃げていれば換気装置にたどり着けたかもしれない。そして命を投げ打ってでもシステムを停止できたかもしれない。いや、どうだろうか。もう考えたくもない。在来種だ。寄せ付けないよう電解パルスを設置していたんだが、火災のせいで発電機が壊れて大打撃を受けた。それ以来どんどん数が増えてる。わからない。君に起きていることを止められるかもしれない。合理的な推測として。わかるわけないだろう。突然いなくなっては現れているのは君の方だ。私はここから出たいだけだ。君は好きにやってくれ。私はドアまでの道を開けられるかどうか試す。私が改めて説明するまでもないですけど、このラファエルは火災を止めた世界と止めなかった世界、火災を分岐点として2つの平行世界ができてしまってるってことですね。鍵がかかった私の部屋にいきなり現れるとはな。セキュリティプロトコルも型なしだ。
大変な一日だな。ん？ほら、ドアを開けてやろう。できたぞ。他に何か用は？あの事故以来ずっとな、制御システムが遮断されてて、オーバーライドもできない。セキュリティシステム全体が一触即発の状態だ。スタッフデータベースに載ってない人物がカメラに映れば、途端に警報が鳴って大騒ぎになるだろう。君の想像以上に広いぞ。粒子加速器や大規模研究施設、そして高エネルギー研究所がある。最高水準の技術が用いられてる。その進化は10分の1も説明できない。ああ、キャタクシーか。立ちが悪い。最初の研究チームが遭遇してる。よかったらログを読んでくれ。ターミナルを解除しよう。別の宇宙のキャタクシー。なるほど。エンジニアが実験的に作ったものならある。しかし、私の立場を理解してくれて何よりだ。なんだかんだできるかもしれないな。そうだといいがな。よし、これを。実戦で試したことはないが、君に託そう。説得に成功すると異星生物向けの銃がもらえます。
何、廊下で迷ったの？ああ、分かった。これが探査機制御装置よ。ほとんどの制御装置は反応しないけどね。できる限り慎重に設定を調整してみる。何が起こるかは一切わからないわ。気を引き締めて、あらゆる事態に備えて。まずは電子ビーム配列のエネルギー供給量を調整する。今は93テラボルトね。調整中よ。95、97、100。無反応ね。他の方法を試してみるわ。91、89。何が？よし、近づいても大丈夫そうね。でも、これは一体。微細な歪みね。変動パターンの研究室の歪みと一致してる。どういうわけか、この設定のせいで歪みが出現してるみたい。歪みに入ってみて。知らないわ。ねえ、何が起こってるにしろ、私は影響を受けてないのよ。中止したいのならそれでもいい。そうじゃないなら入って。無反応ね。いや、待って。わずかにパターンが変化してる。共鳴してるみたい。そのままそこにいて、フィードバックを少し上げるわ。調整中よ。90、91。大丈夫？設定を下げると歪みが発生して、上げるとシフトできるのね。これは期待できそうよ。つまりシフトの準備ができるまで低設定を維持していれば、これ以上の事故は防げるでしょう。制御装置を渡してもいいんだけど、そのもう一つの宇宙で手に入れたみたいね。事態が収拾したらぜひ見たいわ。研究エリアにたどり着いたら、高エネルギー研究所まで進んで。電源のインターロックを解除してから、緊急停止させて探査機を止めて。そうすれば完璧だわ。あ、それから、出発前に所長が話したがってたわ。まっすぐ進めばいいだけだから。これでもう、勝手に転移はしないので、所長室にもすぐ行けるでしょう。準備は万端？物資が必要ならドクターバラコバに用意するよう頼んでおいた。いろいろ迷惑をかけたから、せめてものお礼よ。出発する前に一つだけ話し合っておきたいことがある。この実験のせいであなたが転移してるとしたら、実験を止めれば転移できなくなるということよ。そうしたらどうなるんでしょうね。私たちもあなたも。そう。そして実験を停止すれば、確率関数は崩壊する。あなたはこの閉鎖システムの外部観測者よ。実験を停止した時点で、その時点の状況が現実化する。少なくとも、あなたとあなたの宇宙にとっては。問題は、あなたがどちらを選ぶかということよ。もちろん。わからないわ。答えが出せるものなのかもわからない。消えてしまうかも。
一つの可能性ではあったけど、実際には起こらなかったことになる。私たちかラファエルは数ヶ月前に死んでいたことになる。もしくはあなたの宇宙と別れるだけでそのまま残るのかもしれない。あるいは量子レベルであなたが両方の選択を行ったことになり、両方の結果が現実化するか。量子力学って難解でしょ。何も変わらない、何も変われないから。宇宙が以前と変わっていたら、あなたはここでこの決断を迫られていないわ。あなたの決断があなたの宇宙、あなたをここまで導いた宇宙の過去の出来事を決める。うん、私かラファエルの命どちらかを救うという話なら彼を助けてほしい。でもステーションの所長として私はスタッフ全員の命を預かってる。30人よ。みんな家族があり、輝かしいキャリアと未来が待っている。この宇宙で私の知る限りはね。心は決まった？決断を急ぐことはないわ。だけど時が来たら、お願い、それを頭に入れておいて。さあそろそろ行って。ネットワークが切れているから、ここから研究エリアのセキュリティを無効にできないの。つまり抵抗が予想される。気をつけて。 E さん、エレベーターホールを解除して。所長、研究エリアはまだ封鎖されてるんですよ。分かってるわ。了解です。解除しました。頑張ってね。素晴らしい一日だったわ。これは考え方の違いで、どちらか選ばれた方だけが現実化し、選ばれなかった方が消えるとするなら、所長たち30人とラファエル1人のどちらを選ぶかのトロッコ問題ですけど、どちらの世界も残って、単にプレイヤーが残る世界を選ぶだけだとするなら、所長たちはほっといても死にませんけど、私はタチアナ・バラコバ、ここで働く医師よ。ここは公共の医療施設じゃないけど、所長からあなたを治療するよう言われてる。回復パックをいくつか用意したわ。あと私はあなたのセラピストでも心理学者でもなければ美容師でもないわ。それでもまだ何か用があるなら言って。私の日記、私の部屋に入ったの？どういうつもり？所長はステーションの件であなたを信用したかもしれないけど、私は。待って、これは一体何？このページ私のだけど、書いた記憶がないわ。それにひどい焼け跡。ええ、信じるわ。物資もう少し渡せるわ。他に必要なものがあったら多めに見てあげる。何ですって？あなたも一度人里離れた偏僻な惑星で医療に従事してみたら？6年間も外科研修を受けたのに、毎日毎日数学者や物理学者たちの些細な切り傷や心の傷を手当てさせられてるのよ。話の続きですけど、つまりどちらの世界も残ると仮定した場合、31人全員を救いたいならラファエルを選んだ方が確率が高いわけです。スターボーンがいろんな平行世界から来てる以上、どちらも残る可能性は高いでしょう。それでは今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。